能犯が多いんですよね。僕一回行きますか。そうですね、はい、そしたら皆さん裏切られずに、もう笠子さんがいたら絶対裏切るのがあるから、みんなこうね、はい、じゃあ最初からはい、これで OK です。何をですね、パンです。パン、はい、じゃあ見てみよう。違う、最初はグーでちょっと後ろだから焦った。どうしたの。いや、なんか動揺した。びっくりした。どうした。びっくりした。うちは最初期だと、そう、うちは最初期だと、で、最初はグーでその時になっちゃった。やばい、やばいって思って、びっくりした。こんなびっくりとか言ってもらってる。した人がですから紛れ出してしまったのに、しかもポイントではない。じゃあ、また宣伝をどうぞ。素直になりすぎて負けました。占い師のエリです。3月8、9、10と富山でイベントと朝活富山のセミナーを行います。ぜひお越しください。平和でしたね。ありがとうございます。いや、金沢もでもなんか似たようなことで。ありがとうございます。